どんぐりFM。松屋の麻婆カレーめっちゃうまくないですか？美味しいです。あれね、はい、どっちに近いと思います？カレーと麻婆。カレーと麻婆。うん。カレーじゃないですか？結構人によって分かれるんですよね。うん。あれは麻婆じゃないかっていう人も結構いるし、うん、いやカレーかなっていう人もいるし。あれってでも3つありますね。麻婆、ナス入ってますよね。麻婆ナス。そうですよね。麻婆ナスのカレー風味みたいな感じ。はいはい。うん、僕は言いたい、僕が頼んだ時に、うん、あのナスが2切れ、しかも1切れ半ぐらいで、うん、これはあの麻婆とは言えないんじゃない、麻婆ナスとは言えないんじゃないかと。そう、少ないですね、うんうん、なのでカレーライスです、うん、あれはそう、はい、あれ季節限定なんですけど、うん、いつまでとか書いてないんですよ、どこにも、うん、だから突然終わってしまう可能性あるんで、ほら今のうちにガンガン食っといた方がいいですね。いいですね、うん、僕そういえばあの株主優待が松屋さんから届きまして、あ、株を買ってたんだ松屋の。そうです、うん、株主優待って何がもらえるんですか？何でも1個食べれる券。マジで？そう、それは店員さんに見せるの？見せる。何でも？何でも。じゃあ高いやつの方がいいっすよね。これここに現物が、有効期限過ぎちゃった、あ、来年か。 ご優待券は1万円につき、裏面の記載メニューのうち1食を松屋なのでお召し上がりいただけますとありますね、うん、すごい、へえ、ここにあるやつ全部食えるんだ。そうというかあれですね、あの、うん、それは大カテゴリーなので、うん、牛丼系だったら何でもいけるし、カレーライス系だったら何でもいける。一番高いやつ行った方がいいですね、うんうん、そう、松屋のね、まあ、ボカレーはいいですよ。え、あの株を持ってるとそれがたまに来るの？たま、1年に1回かな、あの決算の時にたくさん来るの？たくさん来ました。へえ、あ、多分持ってるあの株によって変わるんだと思うんですけど。すごいですね、うん、めっちゃいいじゃないですか、うん、僕も株買ってみます、じゃあ、うんうん、ぜひぜひ。上がってんすか？上がってますね。はあ、やっぱ松屋のあの麻婆豆腐カレー、麻婆ナスカレーのおかげですかね。うん、麻婆カレーね。麻婆カレーか。美味しいですからね。うん。うん。最近飲みに行くときに、はい。あの、これブログにも書いたんですけど、うん、よく飲み屋で最初一杯ビール飲むじゃないですか。はい。なんなら2杯目も飲んじゃったりするんですけど、はい、あれって、うん、すげえ無駄だなと思って。うん。うん。無駄。無駄。大体飲み屋でビール飲むと、うん、まあ普通のビールなのに、うん、まあ600円700円するじゃないですか。まあしますね。だったら、うん、その飲み屋に着くまでの間に、うん、缶ビール飲みながら行けば150円とか200円で済むなと思って、はいはい、うん、だから飲みながら乾杯しながら行けばいいんですよ、はいはい、現地に、はい、現地に、うん、それで着いた瞬間、うん、焼酎とか、はい、日本酒とか、はい、ワインに行けば、うん、ビールを省けるんですよね、うんうん、お店で飲むの、うん、これはすごい効率がいいんじゃないかと、うん、いうふうに実践したら、うん、だいたい、友人と飲みに行くときに、うん、1000円2000円安くなりましたね、1人。うーん、まあね、最初の 1,2 杯 の、 そうそう、あのビールがなくなりますからね、なくなっていきなりワインのボトルとかね、はいはい、行くんで、そんなガブガブいけないですからね。そうそうそう、へえ。めっちゃいいなと思って。それめちゃくちゃいいんで、あれじゃないですか、うん、飲み屋行く前にコンビニでビール買う、うんうん、とあと、うん、あのおにぎりと弁当買ってそうお腹いっぱいになるじゃんお腹いっぱいになってほしくはないんですよ。であの、うん、ご飯食べながら行けばご飯代も多分かかんないんでそれさ行かなくてよくないもんそのまま帰ればいい、うん、そうだね。ご飯はでも食べたいお店で、ああ、うん、ビールは別に、ビールはだってさ、例えばさ、はい、コンビニで買うお弁当と、はい、今から行こうとする飲み屋だとお店の方がやっぱ美味しいですよね、ご飯はね、うんうん、でもビールって、うん、変わらない。下手すりゃコンビニとかスーパーで買う、美味しいの売ってますからね、美味しいの売ってるじゃん、ね、はい、スーパーの方がむしろ選ぶの多いんだよね、はいはい、例えばクラフトビールもあるし、はい、いろいろありますからね、海外のビールもあるし、いろいろあるし、はい、そっちの方がうまかったりもするから、うん、じゃあ僕パンク IPA っていうのがすごい好きなんですけど、うん、それ飲みながら行った方が幸せなんですよね、はいはい、うん、あれね、だってあのお店で買うと1000円以上しちゃったりしますけど、そうそうそう、 IPA 高いんですよ。けどあのコンビニだと3、400円で買えますから、ね、そうなんですよ。だからそもそも置いてなかったですよね、はいはい、お店でね、はい、そうか、うん、じゃあ焼き鳥とかは
焼き鳥はコンビニで売ってますよ、うん、売ってる。でも焼き鳥屋の方が美味しい。あーローソンの焼き鳥は巨大で、はい、まあ、よくできてますけど、はい、それでもあの焼き鳥屋さんでカウンターで目の前で焼いたやつの方が焼きたてで美味しいから、焼き鳥屋さんには行くべきなんですよ、はい、でも焼き鳥食べながらビール飲んで、うん、飲む必要はない。一人お祭りみたいななっちゃってそのまま居酒屋行くのはちょっと違う。違う、うん、ら焼き鳥は焼き鳥屋さんで食べるべきなんだけど、はい、焼き鳥屋さんに行ってビールくださいっていう必要はないと思う。なるほど、うん、大体焼き鳥屋さんって美味しい日本酒置いてるんですよね、うんうん、あるいは最近だとワインと合わせたりするとこもあるんですよね、うん、でそういうその焼き鳥に合った日本酒のワインなりを、うん、いきなり頼めばいいと思うんですよ、うん、でもビール飲みたい気持ちあるじゃないですか、はい、あれってビール飲みたいっていうよりもシュワシュワしたものでプハーって言いたいだけだと思うんですよね、うん、じゃあ先にプハーって言えばいい。プハーって言っときゃいいですよ。なるほど。このなるみさんが書いたブログの、あのもう僕らは居酒屋でビールを飲まなくていいのではないか、はい、これなるみさんの普段のこういろいろなブログがね、はい、何百ハテブとか行く中で10ハテブです、うん、そうですね。これ多分響いてないですね。共感されてないんじゃないかないんじゃないかなって気はするもうでもね小さな共感はありましたあ、これ普段やってるって人もいましたね。 あ、うん、あとあれかな、 あのすごくいいですが、うん、なんかダメさが出ません人としての確かにあの歩きながらビールを飲んでいいのかっていう問題もあるし、うん、電車の中でビール飲んでいいのかっていう問題もありますね、うんうん、そこは非常に大きな問題だと思う、はい、うん、コミンの前で泊まって飲めばいいのかな。そうですね、それもそれで、うん、ほらなんかダメさが、ダメさはあるでも、うん、確かにビールはね、うん、もしかしたらコンビニでよくねっていう、うん、まあ、あとはねビールがめちゃめちゃうまい店もあるからね、はいはいはい、そういうとこは別にそれでいいんですよ、はい、うん、でも別にそうじゃない店あるじゃん、うん、別にそれが売りなわけでもないっていう、はい、あの生しかないところとかね、そうそうそう、その生もさ発泡酒じゃねみたいな疑惑ね、はいはい、うん、たまにあるじゃないですか。ありますね、うん、そういうとこだとね済ましてった方がいいんじゃないかなっていう。なるほど、うん、だからもう僕は最近ビールは飲みながら行く、お店に着いたらいきなりメインの料理と日本酒でワインを飲むにするとだいぶ安上がりだし満足感も高いなっていう近況報告でした。